FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日第92回のメンヘラジオ収録となっております。国の日、いや、なんかおかしい。国の日、うん、いや、第92回なだけで、日にちは6月17日だよ、現時点では。あ、そう。はい、放送日はね、7月にもうこの回から入ってまして、7月1日の月曜日、深夜お聞きの方は、その、はい、その7月初っ端にね、メンヘラジオをお聞きいただいてるかと思うんですけれども、はい、はい、なんとですね、この収録もう3回目ぐらい撮り直し3回目あのツイキャスもちょっと調子が悪いみたい。あ、本当、うん、ちょっとすぐ切れちゃう。読み込みが良くないみたいで、いろいろと機材トラブルが起きておりますけれども、うん、はい、つい先日、先週はですね、うん、まあ、めちゃくちゃ大雨も降りまして。そうね、はい、大雨だったね、うん、もう泳げそうだった。あちこち冠水しててね、うん、僕の地元の豊見城はすごいことになってたみたい。うん、うん、今日たまたまねニュースで見たけど、豊見城の中地の方かな、あの辺はもうすごい浸水があって、うん、宜野湾もねの方もね、ちらほら浸水してる場所があって、宜野湾記念病院の前かな、うん、マクドナルドとか、うん、あの辺はカラオケ屋なんだったっけ、招き猫かな、そうそう、招き猫があるあたりね、うん、あの辺はすごい冠水してて大変してましたけれども、各地皆さん大丈夫だったでしょうか。うん、7月1日、これがね本放送の時にはさすがにもう週、梅雨もね、うん、明けて、また暑い日がもうカンピーカンの日がね、もしかしたら続いてるかもしれないし、そうそうそう、まあ逆にというかね、台風がね、あ、そうよね、今度は梅雨明けたら台風、はい、台風の時期にまたなってくるかとは思うんですけれども、うん、うん、みんな暑さにもね、台風にも負けずにね、はい、どんどんやっていきましょうというところなんですけれどもね、はい、はい、頑張ります。はい、では本日も収録、短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、イエーイ。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、ツイキャスメッセージもどしどしお待ちしております。皆さんふるってご参加おくれ。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ツイキャス来てます。はい、今日はね、3本撮りじゃない、3回目のねやり直しぐらいしてるからね、うん、あの武蔵さんから来てるね、うん、初めね、武蔵さん、夏実さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい、こんばんはっしょい、ラジオ収録生配信お疲れ様ですとのこと。はい、お疲れ様です、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、機材トラブルでまた来てくれて嬉しいです、はい、来てくれたら嬉しいです。次、キムタクさん、武蔵さん、はい、始まる前から早いですね。皆さんこんばんはっしょい。こんばんはっしょい。キムタクさん、そうなんだよ。あの、そうそうそう、始まる前というよりね、始まったんですよ、一回始まったんですけど、その、録音が1分しかできてないとか。そうそうそう、機材トラブルが。そうそうそう、いろいろあってね。うん。で、はい、沖縄大好きさんから来てます。はい。こんばんはーって。はい、沖縄大好きさんもこんばんは。はい、ありがとうございます。ち
ちょこちょこ止まったりしてたんですけどね、今のところ順調ですね、うん、はい大丈夫ですね、はい、そのまま何事もなく収録ができればと思っております。うん、はい、では本日のトークテーマ、はい、いきたいと思います。はい、はい、本日のトークテーマは好きな飲み物、はい、ということで、はい、今ね現在もまだ梅雨空が続いている6月17日現在ですけれども、はい、まあ、梅雨が明けたらまた本格的にね夏の暑さがやってきて、うん、今も十分ジメジメして暑いんだけれども、ね、ジメジメするね外ね、うん、やっぱり汗かくとね、汗かいたり太陽の下にいるとやっぱり熱中症対策にも飲み物は欠かせないというところでね、うん、必須です。うん、そこでねあなたがおすすめしたい飲み物とか、うん、まあ、好きな飲み物ですよね、うん、であと毎日欠かさず飲んでいるお気に入りのドリンクとか、うん、そういったものお茶とかさジュース炭酸飲料、うん、お酒などね、うん、各種さまざまな美味しい飲み物についてあなたの好きな飲み物をみんなで共有しませんかということで、はい、メッセージ募集いたしましたところ、はい、はい、いくつか届きましたのではいご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まずはメンヘラネームカネヤンさんより。カネヤンさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマ好きな飲み物、はい、僕がおすすめというか、うん、好きだったものになるのですが、はい、今は販売していないのですが、うん、ティークールという缶ジュースが大好きでした。ティークール、はい、レモンティーでありながら炭酸が入っており甘みと渋みと同時にシュワシュワ感のハーモニー、まるでちょっとしたビールのような感覚。大道から売り出されていたティークール、うん、もう一度販売を再開してほしいものです。小学生の頃にハマったあのソウルドリンクが忘れられませんということで、はい、ティークールこんなやつです。ティークールなんか見覚えない？ある、あるよな、あるな、飲んだことある気もするんだよこのな。そうそう、これねちょっと調べたんだけどね、今画像が手元にあるんですけれども、うん、2002年を最後にちょっと消息を絶っているそうですどこ行っちゃったんだろう。やっぱ販売中止になったんだろうね。あ、うん、沖縄大道って言ったらいいのかな、の自動販売機で、うん、よく見られてたそうなんですけれども、うん、カネヤンさんのソウルドリンクだそうです。もう魂のってことよそうよそうよ。あ、うん、なんかちょっと久々に飲んでみたい気もしてきて、でも美味しそう。このなんかね不思議な感覚なのよ本当に。レモンティーで炭酸があるってなんか違和感があってからさ、なんかあれっぽいんじゃない、ね、あのほろ酔いアイスティーみたいな。あ、今で言ったらそれが近いかもしれない ね、ほろ酔いの、あのチューハイね。うん、そうそうそう、はいはいはい。もしよかったらそれでちょっとソウルドリンクがよみがえるかもしれないので、うんうんうん、カネヤンさん、ほろ酔いアイスティーいかがでしょうか。いかがでしょうか。はい続きましてメンヘラネームハトさん。はい、ハトさんありがとうございます。はい、僕の好きな飲み物は充実野菜です。ペットボトルをガブ飲みするととても気持ちがいいです。うん、お二人はどんな飲み物がお好きですかとのことです。で、充実野菜は野菜ジュースのあれだよね。そう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 、充実野菜美味しいよね。いろんな味のものがあるけど、そう、やっぱそうか。うんうんうん、一個じゃないよね確かに。一個じゃない一個じゃない。グリーンジュースみたいなね、緑の野菜をたくさん使ったものもあれば、あ、うん、キャロットジュースみたいなあるねのもあるし、トマトジュース系ももしかしたらあったんじゃないかな充実野菜は、うんうんうん、どっちのタイプが好きなんだろうね。俺は普通のなんていうのかな、人参キャロットキャロット系的な、そうそうそう、オレンジ色のやつの方が飲みやすくて好きかな。うん、私もそうかも。うん、はい、お二人はどんな飲み物がお好きですかということで質問来てますけれども、はい、夏美さんは飲み物、好きな飲み物ございますか。好きな飲み物は、うん、なんだろう、考えてこなかったんかいマジで今日夏美さん今日調子悪いんですよ本当にいろんな意味でねいろんな意味で、はい、いや絶好調だし、ね、あ、マジかならいいですけど、何が好きかな、はい、ね、うん、何が好き、お茶飲んでるよね最近は。うん、お茶を好んで飲んでるというか、まあなんていうのかな、甘いものを控えなきゃっていうところもあってね。そう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 、うんうん、お茶をカロリーゼロ糖質ゼロですからお茶はね、うん、はい、
カロリーはちょっとあるかな、まあ、カロリーあるのかな、うん、カフェインゼロとか、カフェインカフェインはあるんじゃない、カフェインお茶だからティーだからね一応ね。健太さんは好んで飲んでるので言ったらもう常にお家の中にあるのは、コカ・コーラゼロ、あ、なんかそこさ、あのあれカフェインもゼロのやつ、あの、なんだこれ、まあいいや。いやね、エコー入れるほどでもないよ。エコー入れたらかっこいいと思ったわけよ。そう、やってみる、コカ・コーラゼロ、コカ・コーラゼロ、ほら、なんか、ゴジラみたいでよくない？わからんわからん。で、まあ普通に好きな飲み物で言ったら、うん、なんだっけな、最近おすすめというか好んで飲むお酒があって、うん、何ですか？俺レモンサワー好きなのよ結構。レモンサワー。うんうん。うん、でいろんなレモンサワー各ね、お酒を作ってる会社さんが出してますけれども、キリンだったりサントリーだったり、うん、いろんなところが出してるけど、新レモンサワーっていうやつがあって、ああ、うん。あの新ゴジラとかさ、新エヴァとかあったけど、ね、それにちなんだというか、ちなんでるの、あのいただいたのかね、うん、インスピレーションをもらったのか、新レモンサワーって書いてるのが好き、はい、があって、一番それが今のところ美味しいかな。あのこだわり酒場のレモンサワーって言って、うん、俳優の梅沢富美男さんが CM やられてるものも、うんうん、はい、美味しかったんですけれども、それを超える美味しさ、新レモンサワー、良かったですね。そうなんだ、うん、はい、あれだね、皆さんぜひだね、鳩さんもお酒飲まれるんだったら新レモンサワー結構おすすめです。おすすめ、はい、夏美は、うん、あのあれが好きだよ、うん、あの何だったっけ、お酒で言ったら、うん、ほら名前が分かんない、ブーモムムみたいな、あーバーボーバーバーブーモムみたいな、ボーモムみたいな、なんかあるよね二人して分からない、あるあるある、ちょっと、うん、ちょっとだけ他のお酒より高めの、うん、バーボームム、バーボームムかな、だったかな、うんうん、なっちゃん最近お気に入りね、あれね、好きね、ね、好きね、うん、あ、うん、はい、来てますよ、はい、追加待ってよ、はい、あのロアさんからもメッセージいただいておりますので、はい、読ませていただきます、はい、はい、こんばんは、ロアです。ロアさん、ありがとうございます。収録待ってました。お、ありがとう。うちらね、ちょっと2週間空けて、2週空けたりするからね、ちょっと、あれですけど、うん、待っててくれたということで、ありがとうございます。ありがとう。はい、テーマ、私の好きな飲み物。はい、私が好きな飲み物は、メロンクリームソーダです。メロンクリームソーダ、はい、はい、美味しいところが好きですが、うん、とかも好きで、ね。え、クリームソーダ柄のものを、ね、クリームソーダ柄のものを見るとはしゃぎます、うん、あ、コップの形、うん、上に乗るアイス、さくらんぼの飾り、すべてが可愛いです、うん、メロンソーダとバニラアイスがあれば自分で作って飲みます、たまにですが、へえ、そんな好き、メロンソーダに限らずクリームソーダだと飲みたくなります。あー、なんかアイスが乗ってるやつが好きなんだね、多分ね、うん、あ、あのさくらんぼが乗ってるやつでしょ、うん、でも分かる分かる、子供の頃からああいうの見るとなんかワクワクしたよ、俺はワクワクするね、うん、そうね、確かにね、うん、でも喫茶店とかで飲んだ覚えはない、あ、喫茶店、それこそでもなんていうのかな、フードコートとかさ、うん、あったりしたらメロンクリームソーダ飲みたくならなかった、飲みたくなったよ、俺コーラフロートとかも好きでさ、あー、アイスが乗ってるやつだよね、そう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 、あ、美味しいって、冷たいし、さくらんぼ食べたい、さくらんぼ食べたくない、そっちの方にシフトしちゃった、果物好きだから、はい、なんかたびたびマイクから外れてますけど大丈夫ですか、はい、今日調子悪いんですよ、マイクの位置がおかしいんじゃないの、そうか、うん、座高に合ってないのかな上がるんだろう、ああ、まあしょうがないです、うん、はい、ではツイキャス来てれるのメッセージ読んでいただけますでしょうか、はい、読みます、ツイキャス、はい、ありがとうございます、ラジオネーム、メンヘラネーム、埼玉の郷さん、あ、ありがとうございます、お薬飲む前に聞けって手上がってる、聞け聞けなっちゃん、健太さん、こんばんはって、はい、こんばんは、ありがとうございま す, います、で、ロバさん、ロバさんを、こんばんはです、私のメールはきっとまだですよね、あ、今読んだね、今読んだ、だから読む前に届いたメッセージかな、そうかもそうかも、はい、で埼玉の郷さん、はい、僕は霧の紅茶アップルティーがチュキ、
ああ、まあシンプルにうまい、霧の紅茶、アップルティー。うん。美味しいね。美味しい美味しい。確かに。うん。あ、沖縄大好きさんからも来てます。はい、沖縄大好きさん、ありがとうございます。好きな飲み物。うん。コーラ。コーラ。サンピン茶。うん。ジンジャーエール。うん。緑茶。うん。ファンタ。うんうんうん。コーヒー。うん。カフェオレ。うん。カフェラテ。うん。お酒はビール、チューハイ、ハイボール、炭酸割り、うんうん、結構網羅してる。本当だね飲み物、あらゆる飲み物が好きみたいになってる。しかも無糖も微糖も限らずって言ってる。コーヒーに限っては、まあ、コーヒー美味しいよ。あの逆に嫌いな飲み物あったら聞いてみたいね。あ、そうね、沖縄大好きさん、ちょっと嫌いな飲み物を、うん、あの大お苦手な飲み物、いろんなものを大好きって言ってる人に嫌いなもの聞くのもなんか不思議な気分だけど大好きお酒坊っていう番組持ってる人に ね嫌いなもの聞くのもなんかちょっと違うかなとも思うんだけど。そうだね、はい、なんか嫌いな飲み物とかあれば、うん、うん、それをあの送ってくださいで、はい、埼玉の郷さん、あ、結構来てるよ、読んでも大丈夫？埼玉の郷さん、僕は青森なら何でもチキ、はい、チキ、チキね、癖のあるものとかあるじゃないですか、夢公開とかね、特に青森、うん、青森の夢公開とかめっちゃ癖あって、最初俺飲み慣れなくて、うん、クメセンブラウンとかも結構癖ある。へえ、うん、青森あんまり飲んだことないと思うんだけど、夏美はあるかな。マイクに向かって喋ろうか。アーモリーあんまり飲んだことないからちょっと分かんなかった。ああ、そっかそっか、うん、癖のあるものはもう全然飲めないよ。だな、ソーダ割りとかで割ったらまだ飲めるけど、サイダーとかね、三ツ矢サイダーとか、うんうん、今度挑戦してみようかな。はいはい、ロアさん、はい、喫茶店のは、うん、あのメロンクリームソーダね、うんうん、喫茶店のは高いですよね、うん、量がちょっと多いのもあるけど、うんうんうん、笑い、うん、そう、でも喫茶店のね、メロンクリームソーダめっちゃ美味しそうに見えるんだよね。俺なんかイメージしてるのはやっぱりくびれのあるさ、あ、そうそうそう、ね、私もそれよ。それだよね、金魚鉢みたいなやつでしょ。そうそうそう、ちょっと金魚鉢というかね、まあ、うん、くびれがあって、うん、アイス乗っててさくらんぼ乗っててストロー刺さってて、そうそうそう、なんならカップルが頼んだらこういうハートがなんかこういうくるっとなったやつが刺さって届いたりしてねそうなの、それ大丈夫かな、古くないかな古いか面白い。埼玉の郷さんは、はい、ガブ飲みメロンソーダは高校時代によく飲んでいたや。あったね、ガブ飲みメロンソーダ、やっぱみんなハマるのかな一回は。うん、うん、ペットボトルのやつかな、ガブ飲みメロンソーダ、うん、うんうんうん、ラーズラーズ、うん、でロアさんもガブ飲みメロンソーダコンビニで見かけたらめっちゃ買いたくなりますって。あ、コンビニにも売ってるね、確かね、うんうんうん、おお、はい、埼玉の郷さん、俺コーラよりペプシ派。あ、そうなんだ、そうなんだ、これ分かれるね、分かれる分かれる、分かれるね、俺も一時ペプシ飲んでたんだけど、うん、あれ飲んでた理由はなんかペットボトルがちょっと大きめのやつ売ってたから 600ml ぐらいだったかな。ああ、そうなんだ、ダイエットペプシ飲んでた、うん、いつから寝返ったんだ。ね、カフェインゼロのコーラが出てるの見てからかな。カフェインゼロ、カフェインゼロが魅力的、カロリーゼロ、うんうんうん、糖質ゼロか、ノンシュガーの、うんうんうん、あー、なるほどね、ちょっと追いつけなくなってきちゃった、じゃあ一旦ちょっと、ありがとうございます、はい、楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、まあ、トークテーマにちなんで好きな飲み物、うん、トークテーマだったんですけれども、トーボエさんのミラクルジュース、はい、どうぞお聞きください。はい、はい、だ、俺が読もうか。なんかさ、今日さ、変な汗が出る。やっぱ体調があんま良くないからだよ。はあ、沖縄大好きさん、うん、はい、あと島も行けます、うん、お酒好きなんだね、沖縄大好きさんね、うん、島も行ける埼玉の郷さんも、出てるんだけど、某エンダーの某ドリンクが苦手って、どっちかな、 お店の名前隠せてないよエンダーだったらあれでしょ、ドクターペッパーじゃなくて、あれなんだった、あれ、ファンタビーストじゃない、違う違う違う、エンダーのビールコーク、そうそうそう、うん、お父さんが好きだったさ、あ、なんだ、琉球コーラじゃない、あれ名前でどうでした、あ、名前出てこない、ルートビア、ルートビアルートビア、ルートビア、ルートビアだ、うん、あ、ロアさんが沖縄大好きさんの嫌い、沖縄大好きの嫌いなもの気になるってだからな大好きって言ってるけどな、その上に来てるじゃん、はい、
沖縄大好きさん、嫌いな飲み物、うん、強いて言うと、いや、うん、嫌いというよりまだ飲めていないのはワイン、うんうんうん、赤ワインが未だに飲めない、めちゃ苦かったイメージが、子供やんけお子様舌なのかな、そうなの、うん、でもワイン夏も飲めないな、うんうん、お子様舌やんけ。王さん、嫁後悔はナイチャーが泡盛飲み始める時ならいいけど、うん、僕は好かんなと。嫁後悔ね、本当になんか癖あるからね。味違うんだ。うん、味いろいろあるのよ。王さんがルートビアって教えてくれてる。ありがとう。埼玉の郷さん、はい、埼玉県に多数あるカフェのチェーン店で OB ってあるんだけどさ、うん、花瓶サイズで飲み物とかパフェとか来るよって。待って、それ友達がさ送ってきてくれた写真、あ、本当、なんか見たことあるかも。すごい大きいやつだでしょ。 SNS 映えする感じを狙ってるのかな、もしかしたら。 ね、そう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 、多分本当花瓶みたいなやつだった。はい、以上です。ありがとうございます。はい、夏美、今日は変な汗出てきますよよいしょ。はい、じゃあ楽曲紹介を終えていきましょうかね、うん、マイクあげます。はい、お聞きいただきましたのは遠吠えでミラクルジュースでした。はい、ありがとうございます。はい、こちら2024年1月にリリースされたメジャーファーストアルバム、うん、ステューピッドドッグに収録されている一曲で、うん、こちらは YouTube にもね、ミュージックビデオが、うん、アップロードされていて、はい、映像とともにね、この曲お聴きできますので、はい、ぜひ一度ご覧いただければと思います。はい、はい、遠吠えでミラクルジュースでした。はい、はい、ではエンディングに、そうですね、入っていきたいと思います。ちょっと準備しますね。はい、ロアさんがさ、ルートビア私の母も好きだったのもあって、うん、私もめっちゃ飲んでましたって。あら、じゃあエーティクです。はい、メンヘラジオエンディングでございます。ありがとうございます。はい、先ほど楽曲紹介のコーナーの後にね、ちょっとロアさんのメッセージ読んでいただいたんですけど、もう一度ちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、ロアさん、ルートビア私の母も好きだったのもあって、うん、私もめっちゃ飲んでましたって。本当、うん、俺飲めないよな、ルートビア。苦手。へえ。うん、あのこっち振り向いて言わなくていいよ、大丈夫。マイク外れるから。あ、なるほどね、はい、うんうん、正面向いたままでいいですよ。私もルートビア苦手かな。やっぱ癖あるもんね。癖あるね、あの、うんうん、なんか草の味するよね。あ、でもあれ薬草っぽい、こっち振り向かなくていいってことだから。あ、そうだ、ごめんごめん。あれ薬草っぽいなんか、ね、はい、味がするね、そういえばね。でもそれが癖になるんでしょうね。うん、だから、うーん、俺はなんかあれを好きっていう人のあれが、なんていうのかな、やっぱちっちゃい頃から飲んでたら、うん、なんか癖になって好きになるのかな。だからドクターペッパーとかももちろんあんまり美味しいと思えなくて。ああ、どうなんだろう、大人なおじさんになってるからちょっと味覚変わってるかな。飲めるかもよ、今だったらだから振り向かなくていいんだってどういうことだから、まっすぐマイクに向かって喋っていただければ、こうやってそらしたらさ、うん、今俺の声マイクからなんていうの、耳通ってこないでしょ、うん、なんか変な電波流れてるし。なんで電波って、うん、なので、あの正面向いて喋っていただければ。はい、もう92回やってるんですよ、夏美さん。国の日、いや国の日はもういいよ、これ何回目でやったか分からんし収録ごめんなさい、うん、国の日って3回目やったっけ、まあいいね、あのこれ何回も収録取り直してるんですよ、あの冒頭でも言いましたけれど、はいはいはい、でからさ、はいはい、今日はさ、はい、今日はあれだよ、もう2人揃ってさ、スタジオに入ってからさ、あの、うん、画鋲踏んだ、2人とも画鋲踏んだほんとね何これ罠、だからなんか落ちてて、画鋲が落ちてて画鋲踏むなんて小学校以来だよ。小学校以来だよね、うん、しっかり目に刺さったんだよ。私はちょこっと目に刺さった。はい、FM木野川さん、足元に画鋲落ちてますよ。あれ飾りが落ちてたのがね、あの言ってたんですよ、なんか飾りが落ちてきてるんだ。そう、落ちてたので、うん、画鋲あるかもね、気をつけてねって言ってたら踏んだんだよ。あ、そうなの、うん、あ、ギャビア、
そうそう、はい、そうそうそう。メッセージ来てますよ。はい。埼玉のゴーさん、はい、山内の陰謀って書いてある。山内。社長。社長さん。社長さん画鋲いじめられてますってロアさんも。靴には入ってなかったから大丈夫かな。夫婦揃って踏むかね。だからよ、対面対面でね、なんか準備してる時にね、うん、夏美さんは向こう側で、そうそうそう、押しピン画鋲か踏んで、うん、ケンツさんは普通にこのマイク側で、うん、ミキサー側で踏んで踏ませていただきました。はい、めったにない経験をね、はい、小学校時代を思い出させるような、うん、はい、いい経験をねさせていただきました。40を目前にしてね、画鋲を踏むっていう。あ、そうだよ、40目前。あ、おお、はい、何ね今の。何なの今のリアクション。夏美の誕生日1ヶ月前だからか。そう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 、それを思ったけど言わない方がいいかなって思ったけど、はい、ほうって言っちゃった。まあ、次回ぐらいに誕生日パーティーやりましょうか。はい、はい、では、メンヘラジオここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろが言えなかったね。お薬飲んで寝ろが言えなかったぜ。でもどっちか片方が言わなくてよかったぜ。お薬まで言わなくてよかったぜ。中途半端になってたからね。だからね、ありがとうございます。ありがとうございました。ロアさんとか埼玉の郷さん、お薬飲んで寝ろって言ってくれて。そっちで言ってくれてありがとう。ありがとう、本当にいつもありがとう、ありがとう、うん。ほい、じゃあ今日は一本撮りで、今日は一本撮りになってます。帰らせていただきます。すいません、ありがとうございます。その代わり来週もまた収録あると思うんで、うん、よろしくお願いします。来週は教えて夏美先生でです。教えて夏美先生やります。じゃあね、皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。これなんかさ、新しい化粧品使ったんだけどさ。いや、それ映ってんよ。あ、ツイキャス映ってるでしょ。